11月30日、23回目の行政刷新会議が開かれ、先日行われた政策仕分けの結果について、報告・審議を行いました。今回の提言型政策仕分けでは、無駄の削減にとどまらず、政策や制度に踏み込んで、国民に見える形で議論をしていただいたこと、大変意義があったというふうに思いますし、私も仕分け会場で議論を傍聴させていただきましたけれども、多くの国民の前で提言がまとめられていくことに、新しい行政の在り方を見た思いがしました。もう一回お願いします。なぜ同じものが値段が違うのか。今回の仕分けでは、社会保障やエネルギー、農業政策など10の分野について議論を行い、その結果を提言としてまとめました。例えば、科学技術予算の在り方について、成長への寄与度など検証可能な目標設定をした上で、厳格な外部評価を行うこと。社会保障の分野では、後発医薬品、いわゆるジェネリックの価格を目指して、先発の医薬品の大幅な値下げを行い、医療費支出と国民負担を最小限にすること。また、ジェネリックの使用促進に向けたロードマップを作成することなどが提言としてまとめられました。政府全体でしっかりとこれらのご提起を受け止めて、責任を持って検討していかなければなりません。外部から多くの人たちが見ていたということが最大の担保だというふうに思いますので、そのことを踏まえてですね、改めてこうした具体的な検討を進めるように、各省に強く指示をさせていただきたいというふうに思います。今後、今回の提言を踏まえ、予算編成過程で歳出の見直しを進めるとともに、政策や制度についても所管の省庁で具体的な改革の検討を進めていく方針です。